ここに一つの雑誌がある。モーターファン、ルーツを戦前に持ち、1947年から1996年まで発行された日本で最も古い自動車雑誌だ。その内容は今の自動車雑誌とは違い、論文やグラフ、数値が並ぶ非常に学術的な要素の強い雑誌だった。この雑誌がロータリーエンジンの成り立ちに大きな影響を与えた。当時の編集スタッフであるこの方に話を聞いていこう。元モーターファン編集次長、星島博士。やっぱりね、自動車雑誌は他にもあったんですけどね、モーターファンというのは非常に技術的にオーソリティっていうか権威があったのね。外国のニュースも日本のニュースも技術的な内容については他の雑誌では、あるいは新聞も含めてとても追随できるレベルではなかった。学校の先生でも、最高権威の方がモーターファンに執筆なさってましたからね。東京大学教授にして自動車工学の権威であった富塚清教授の論文は過激だった。ロータリーエンジンの完全否定。ロータリーエンジンというのはあり地獄。ロータリーエンジンのダメさ。ロータリーの叩き潰しにかかって。富塚理論のポイントの一つ目は、燃焼効率がレシプロエンジンに及ばないこと。もう一つはシールの問題が解決しないということ。つまりこういうことだ。ロータリーエンジンの構造上必ず必要になるアペックスシールはどんなに進化してもピストンリングにはかなわない。もう一つは燃焼室が大きいため圧縮しづらい、燃焼させづらいなど、レシプロにかなう余地がないという2点だ。往復運動ではなく回転運動をそのまま軸に伝えるため、理想的な構造のはずのロータリーエンジン、しかしその将来性は悲観的な見方が多かった。やっぱりね、それまでの往復ピストンエンジンと違って円運動に近いんだから、ね、理想的だなと。少なくとも試作段階までは結構世界中のメーカーが手をつけてます。トヨタもやりました、それから日産もやりました、それからバイクだけどスズキもやりました。日産の場合はサニーにロータリーエンジンを積んだものを私はテストコースで走らせてます。それですからマツダだけが飛びついたわけではないんですよね。ただ他のメーカーがそれを実用化しなかったというのは、やっぱり富塚先生のおっしゃる、ネガティブな面がやっぱ大きかったんだろうと思いますよ。ロータリーの元祖 NSU も2車種を発売したが、トラブルが続出し商業的には失敗に終わった。またメルセデス・ベンツも試作車を発表し大々的にアピールをしていたが、ロータリーエンジン車が発売されることはなかった。突破口は一つ。いや、もちろんそのネガティブな意見は分かるよと、しんどいなと思いながらも、だったら同じ、例えば20キログラムメートルのトルクを発生する V6 にしようか直6にしようかと、大きさを考えれば、あるいはそのエンジンの高さを考えれば、重量とかサイズ、これはもうずっとロータリーエンジンの方が軽いし低いし、ほらかっこいいスポーツカーできるに違いないと思いますもん。困難を乗り越えた人間たちがいた。モーターファン、1967年8月号。マツダコスモスポーツ。その頃は三好のテストコースもなくて、海岸に面した、ただちょっと行って帰るだけの往復の
コースがあったんですけども、そこで乗せてもらいました。山本健一さんという開発者の方がお見えになりましてね、乗っていいよっていうのを乗せてもらいましたけど、いやーこれはやっぱりずっと静かで、まあ滑らかにいい車だなと。そう、部品点数も少ないし、結構なもんだなと私は思いながらも、まあ富塚先生の記事も出てて、だいぶ富塚先生にはいじめられましたっておっしゃってましたねでもそれがバネになったんじゃないですか。その後もマツダはロータリー搭載車種を拡大、スポーツカーはもちろんファミリーカーにも搭載、ユーザーに高い評価を得た。そしてその高い技術力をアピールするため、バスにもロータリーを搭載。実際スムーズな加速をしていたという。ところが世界を揺るがす大事件が起きる。オイルショックが世界を直撃。ガソリンは手に入らなくなり、車は長蛇の列を作った。あれはやはり不幸でしたね。まあオイルショックっていうのは、それはロータリーエンジンだけショックを受けたわけではなくて、7リッター8リッターのアメリカの大きな車がみんな FF 車に変わろうかと。でその頃になりますと、やっぱり、ロータリーエンジン車は辛いねと。それはあのレシプロエンジン車がの性能がだんだん燃費も良くなって、性能も良くなって、ということが背景にありますよね。それについていけなかったということはありますけれども、かっこいいスポーツカー、その答えが1978年に発売されたサバンナ RX7 SA22C である。サーマルリアクターの採用なので、従来よりも 40% も燃費向上を果たしたのもすごいが、何よりもその美しいスタイリング、そしてスポーツカーとしての性能に車好きは熱狂した。さらにターボが装着される。80年を超えていたな、コスモロータリースポーツカーで、これはね、当時の日本車としては圧倒的に速かったですよ。1982年に発表された3代目コスモにはターボが装着され、160馬力、トルク23キロと当時の国産車最強のスペックだった。その後も FC3S、FD3S とロータリーターボの進化は続いた。もちろん燃費面ではレシプロに比べて不利は否めなかったが、ロータリーにしかできないそのスポーツカーらしいフォルムにファンは熱い支持を送り続けたのだ。本当にロータリーエンジンのコンパクトなやつを利用して、低重心でボンネット低くして、前面投影面積は小さくできますからね。もう空気抵抗そのものは小さいわけでしょ。あと それも有利だし、あれが熱効率いいエンジンだったら今頃レシプロエンジンに、勝ってますよ日本にしか存在しないロータリーエンジン、苦しみ抜いて実用化され進化してきたそのモーターは、日本のスポーツカーにこそふさわしい。車の家電化が進む一方、車好きはもっと個性的な車の登場を熱望している。今こそロータリーエンジンの未来は輝きに満ちているはずだ。孤高の存在ロータリーエンジン、その類いまれなプロポーションがもたらす高いスポーツ性を、もっと速く、もっと楽しく、さらに上へ。導いてくれるのは長年培った確かな技術。今そのチューニングの極意を伝授、ロータリーの神雨宮勇が語る。ロータリーエンジンチューニング講座。
まずはロータリーエンジンの基本工程の確認。回転するローターに対しサイドから吸気されると、そのままローターの回転運動に従って圧縮、トロコイド曲線上の上支点にて爆発。そのエネルギーは回転運動のまま排気へと導かれる。回転運動を持つロータリーエンジンもまた、出力向上の条件はいかに多くの空気を取り込むか。この大原則に従って、まずは基本となるチューニングの種類の確認。これは FD31 なんですけど、ノーマルポートの形状ですね。これがサイドポート、ポート拡大研磨しまして、こっちが、その上のブリッジポートですね。その上が最後は、これがノーマルロータハイジンです。でこれが、ペリューラルポート、ノーマルエンジンで性能出すにはやっぱし水温ですね。水温とあとインタークーラーやってですね、あとコンピューターですね。それバリギャップには、タービンも交換しますけど、とりあえずサイドポート、もうちょっとやっぱり馬力欲しい人は、高回転欲しい人はこのブリッジポートしますけど、でこっちのペリは、NA でほとんど走りますけど、ターボでもペリフラルポートできます。ノーマルのままでも十分チューニングに対応するロータリーエンジン。さらにその上を狙うためのステップがサイドポートチューニング。ロータリーはちょっとね、レシプロと違ってボアアップできませんからね。そのためにレシプロのカムタイミングですか、それを変えるようなことが、サイドポートブリッジポートになると思うんですよね。ほとんどこれは ノーマルタービンではほとんど使わないですね。タービン交換ですね。タービン交換で400から500馬力の車にはこのサイドポートを使います。もう少しは、こっちになると高回転用で、もうちょっと馬力上げたので、やっぱり500から550とかそういうのに使います。ノーマルタービンだったらやる必要ないですね。今結構コンピューターも結構いいのできてますし、インタークーラー大きくした後は相当ありますから、ノーマルポートで十分だと思いますね。ノーマルタービンで一応400馬力出ますからね、ブースアップで。ただ04サーキットドリフトとかやるとやっぱりもうちょっとパワー欲しいなというにはやっぱりサイドポートしますけど。タイムアタックや04など超高出力に特化したブリッジポート加工には、その負荷の大きさゆえ注意も必要となる。オーバーラップを増やしまして、ただやっぱりストリート走るにはね、あんまり必要ないですね。これは差がなくなりますね。だからストリートには本当にこれはおすすめですね。耐久性もね、やっぱりなくなりますから。時代が今違うもんで、ね、昔はかなりいたんですけどね、今はほとんど、このサイドポートで十分じゃないですかね。バッチリですから。手で研磨するポート加工は熟練の技。こういう型紙ある。これは小さいですけど、FC かな。こういう型紙をこう合わせまして、で線を引きまして、あとはリューターでこうやってやるんですよね。そしてレース用エンジンでも採用される究極系ともいえるのがペリフェラルポート。日常性とは無縁の超絶なロータリーワールドだ。サイドはここにポート研磨、拡大ポート研磨、ブリッジポート入れますよね。でペリフェラルポートっていうのはノーマルのロータハウジングにここにダイレクトに穴を開けます。これやりますとほとんど下が使えないですよね。本当に高回転、もう6000いくつからですね。それから9500とかそれぐらいに高回転回りますので、サーキットとかそうレースにはその下を使いませんから、あとはミッションのギアでこう合わせますから、高回転向きにの用のエンジンですね。これはペリフェラルポート加工は繊細で高い技術が求められる。位置が下にやったり上にやったりこう変えますけど、思った以上にね、うちも GT でかなりやったんですけど、思った以上にあんまり差が出ないですね。確かに上へ行けばやっぱ高回転になって、下へ行けば低回転になりますけど、いろいろこう高回転用とかいろいろありますけど、うちの高台に何台もやったんですけど、あんまり差が出ないですね。メジャーではないが、高出力化最後の一押しに必要となるのが排気ポートチューン。うちの場合はサイドポートの時は排気ポートはあんまりやらないですよ。
まあ、ブリッジとペリーになるとやっぱちょっと上を上げて、まあ、こういう感じにポートを変えますけどね。これもいろいろトライアルしたんですけど、思った以上にね、排気ポートやってもあんまり差が出ないんですよ。ロータリーでの効果的な排気系チューンはマフラー交換。ターボの前あのタービンによってはマフラーを、まあ、70、80、90とかしますけどね。そっちの方が効果があるみたいな、まあ、最終的にはコンピューターの設定になりますよね。チューンドロータリーを長く楽しむために大切なメンテナンスのポイントとは。ノーマルタービンでも結構いけますからね。あと本当に、冷却、まあ、一番やるのはやっぱり冷却じゃないですかね。あとインタークーラーを大きくしてやっぱ冷やす。エンジン内部で気をつけたいのがアペックスシール。まあ、今うちはあの D1 とかその使ってるのはなるべくアペックスシールはセラミックアペックスシール使ってるんですよ。一本も使ってるんですよ。ただあのピースサイドピースとかそういうのがなりませんから、まあ、ちょっとブリッジしても、まあ、いい感じになりますけどね。まあ、あのノーマル今2分割のアペックスになっちゃったんですけど、まあ、3分割を使えば十分だと思います。RX8 の NA エンジンはチューニングの余地が少ない。8の NA はあのポートがまあちょっと違うんですけど、あんまり拡大できないですよね。ちょっと難しいですよね。あとはコンピューターでやるしかないですけど、ただうちも8のコンピューター、サイドポートやってます。まあ、つくわでも結構速いタイム出してますけどね。誰もが一度は思う RX8 への FD エンジンの搭載だが、結構偉いですよ。 D1 がやってんじゃないですか。かなり偉いですよ。配線全部引き直さないじゃないから。結構みんな8は馬力がないからってね、 FD 乗っけたい乗っけたい人が多いんですけどね。お金かかるんですよね、かなり。でターボやってもスペースがないもんであんまり馬力出ないんですよね。まあ8はやっぱり NA で乗るしかないじゃないですかね。 NA のフィーリングが楽しいんで。